クラインガルテン下郷は、蕎麦の花で知られる下郷町の猿楽台地に、平成22年開園した滞在型の市民農園です。一区画約300平方メートルの中に、約200平方メートルの農地とラウベと呼ばれる浴室やキッチンなどを備えた施設があります。一般の市民農園と異なるのは、このラウベに滞在しながら自分の菜園作りを楽しめるというところです。この日は自分たちで栽培したそばを自分たちで打って試食交流するイベントが開かれました。皆さんにこうやって体験。どうも。今日参加されてみていかがですか？大変で、ね、皆さん気さくに割と、ね、お話もできて、はい、本当に気づかなくていいし、そうです、やっぱり自然ですよ。自然ですか？これはもう何といってもね、自然、これが一番。あと一つ、人柄。人柄ですか、ね、素晴らしい。素晴らしい、どんなところが、ね、私たちが住んでる東京と比べたら素朴さが最高。星空ね、先月の9月の26日に来た時の星空は東京では見れないです。こういうのをね、私どもも孫もいますんで、来年は孫を連れて来ようと思っています。ぜひ、はい、まあ、去年私も女房を連れてきましたけどもね、あ、ここなら安心だと言われました。そういう意味でね、ビールも最高。ビールも美味しい。最高。人間も最高。人間も最高です。埼玉からいらっしゃってるんでしょうか。はい、こちらのことを知ったきっかけ、ちょっと教えていただけますか。これはね、娘が埼玉市役所なんですけども、そこで福島の観光大使の人がいろんなパンフレットを持ってくるんですね。でそれをたまたま見せあって、クライガルデンのがあったので、はい、娘から主人にこういうのがあるけれどって、うん、不安とかはなかったですか？あまりないですね。楽しみの方が多くて。あ、そうですか、うん、そうです。1年目だとまだね、畑も完全じゃなかったし、やっと畑が落ち着いてきたので、うん、まあ5年は続けたいと思ってますけど、ね、はい。農業を体験される方でも安心して参加できるということでしょうか。全く知らない人の方がいいです。結構セミプロみたいな人もいるんで、うん、そういう人はラブの中の、皆さんの先生役も少しはしてもらってもいます。自分の食べるものを自分で作りたいなって、本当に安心な安全なものを作りたいなと思う人はここはいいと思う。加工、味噌とかどぶろくとか漬物とか、そういうもので自分の食卓を全部自分のものでっていうふうにやりたい人は一番いいとこかなと思う。自分の食べるものはやっぱり自分で作るのが一番いい。自ら土を耕すところから始め、作物の成長を見守り収穫する喜びを味わう、そんな貴重な農業体験を時間を気にせず自分のペースで楽しめます。何より地元の文化や人とじっくり触れ合えるので、たくさんのことを学べるはずです。自分で作った野菜やハーブを食べる喜びはひとしお。
あなたもぜひ今より一歩進んだ家庭菜園を楽しんでみませんか。クラインガルテン下郷では平成24年4月から利用可能となる新規10区画について利用者を募集しています。皆様のご応募をお待ちしております。